前田香織のポンの道への道。皆さんこんにちは。テレビアニメポンの道実編者なしこ役の前田香織です。2024年1月より MBS、TBS、BS、TBS、アニメイズム枠 RCC にて放送が決定しているテレビアニメポンの道を麻雀しながら楽しく盛り上げていく番組、今週も開局しました。さて配信日が11月24日ということで、11月26日日曜日に開催される北九州ポップカルチャーフェスティバル2023の、テレビアニメポンの道トークショー開催直前でございます。もう本当にあっという間で、気づけばね、あの告知させていただいた時からもうなんかあれもうそっかみたいな、なんかあの今撮ってる時空的にももうかなりすぐなんですよ。本当に直前でね、今ちょっとお話しさせていただいてるんですけど、まああのしかも北九州ポップカルチャーフェスティバルが、まあ、私ね北九州観光大使をやっていたりとか、あとあの会場であるねあるあるシティさんであるあるシティ公式アンバサダーもやっておりますので、多分あの本当に初めてあるあるシティ来た人はもうびっくりするぐらい私が祀られてるから、本当にびっくりすると思う。本当に至る所に私がいるから、本当にありがたいね。なんか北九州ってそういう街なんですよ。なんかこう地元に出てきた人とか、そういう地元のなんかこうまあなんだろう芸能人だったりとか、すごくこうみんなで応援するぞみたいな、なんかこうそういう町おこしやるぞみたいなのがねめちゃくちゃ熱い街ですので、そうそうそうね、そう一緒にさちょっと他でもいろいろ番組とかやってる青山よしのちゃんにこの間あの北九州ポップカルチャーフェスティバルほぼ半分ぐらいステージ出てるかもって言ったら、本当に2日間で結構出てて、そう、まあ、こんな道以外でもいろいろ出させていただいているんですけど、そしたらなんかそれも香りポップカルチャーフェスティバルやみたいな。ね、もう本当にもう私が倒れたらもう開催できないからちょっと倒れらんないということで、ね、でもみんなで楽しく、はい、盛り上げていけたらなって思います。しかもこちらにはですね、私とそして南川監督が出演させていただきますので、ポンの道のお話をね、ゆっくりとお話ししていきたいと思います。いや嬉しいな、なかなか監督とねこうやってこう表の舞台でお話しするところをみんなに見てもらえる機会って本当初めてですので、うん、ぜひねなんか創作秘話だったりとかお話しできるんじゃないかなって思います。はい、ということで皆さんぜひ遊びに来てください。そしてテレビアニメ本の道ですが、もう徐々に放送も近づいてきました。あと1ヶ月ちょっとですか。早いね。ちょうど今日私あの仕事の空き時間の時になんか1月の冬アニメは一体どんな感じなんだろうなと思いながら、ふんふんふんみたいな、おーみたいな感じで、あーみたいな、ねー、いやもう目指せ派遣でございます。はい、ということでね、みんなで盛り上げていけたらと思います。そして公式 YouTube チャンネルの方でキャラクター紹介 PV なども公開されていますので、ぜひご覧ください。はいはいはい。そしてさらに私と川東パイ役の佐伯いおりちゃんが作品の舞台となった尾道を探訪するポンの道ヒット祈願の道も配信中でございますね。この間配信されたやつだと私が尾道の海で全速力でビーチフラッグをやるっていうとかすごい、みたいな、尾道来て全力で浜辺走ってるみたいな、しかもの麻雀のクイズだったんですけど、そうそうそう、あれは本当に面白かったな、全力で駆け抜けて。しかもなんかちょうどビーチフラッグのあの回撮ってる時になんか地元の方かな、多分毎回その多分係の人だと思うんだけど、その浜辺をお掃除されてるおばちゃんがいらっしゃって、そしたらなんか、あ、ごめんねみたいな、あ、これで走りやすくなるかなみたいなことを言ってて、ありがとうございますみたいな。ね、尾道の人はあったかい。急に地元でビーチフラッグをしだしても整えてくれるんです。もうこれは頑張るしかない。はい、ということでぜひねそちらも見てほしいなと思います。そして今日ねちょっとお知らせ盛りだくさんなんですけれども、ここでお知らせがあります。なんと第1回ポンの道杯の配信が決定しました。やった。ついに来ましたポンの道杯でございます。こちらはジャン玉を使ってスペシャルなジャン氏の方をねゲストにお迎えして麻雀で対戦していきますよ。ではこのメンツを発表します。心して聞いてください。最速最強 M リーガー大井高春さん、そして新域リーグ主催天海司さん、そして麻雀歴1000年のカラス天狗千葉黒野さん、そして麻雀初心者前田香織。おおカンカンカン。
どうどうどうひゃーですよどうひゃーですよね。いやもうそうなんです、本当にすごいすごいチームですね。むしろよく皆さんスケジュール取れましたね、本当にありがたいです。皆さんお忙しいだろうにね、しかもこの3人もね、以前ポンの道への道にも、ゲストでお越しいただいてね、楽しく麻雀を教えていただきましたので、いや嬉しい、とっても嬉しいです。まあでもね、何よりもまあみんなで楽しくちょっと麻雀打てたらなって思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、配信日などが決まりましたらまたお知らせしていきます。さあということで、今日も麻雀を打っていきますよ。ということで、前田香織のポンの道への道、開局。前田香織のポンの道への道。それでは本日の対局ゲストをご紹介しましょう。 VTuber の佐紀野もこさんです。よろしくお願いします。こもこー、佐紀野もこです。よろしくお願いします。もこもこー、嬉しいわー、めちゃめちゃ可愛いありがとうございます。テリちゃん嬉しいです、一緒に麻雀打てるなんて。いや本当にこちらこそです、よく来ていただきました楽しみです。はい、で、まあ、そんなもこさんですが、もこさんはねリモートでのご出演ということで、はい、ね、改めてちょっと紹介させていただきたいんですけれども、さきのもこさんはですね、ゲーム配信などを中心に活動していらっしゃる VTuber さんになります。そして麻雀の腕前もすごくて、ジャンタマの最高段位でコンテンの称号も獲得しています。ここにいらっしゃるゲストの方々、コンテンの称号ホイホイちょっと持ちすぎじゃないですかね本当に。確かにね、これまで来られた方もねコンテンでしたもんね、結構ね。そうですよね、もこさん もうそれこそ皆さんね面識があったりやっぱされますよね、きっと。そうですね、よく一緒に麻雀打ったりしてる方々がね、うんうん、ゲストで呼ばれたんで、 あ私も来ないかなって実は思ってました狙ってました。嬉しい、そんな嬉しい、皆さんの強強前麻雀界の界隈でそんな噂になっていたなんてそうですよね、先ほどお知り合いがってお話だったんですけれども、さきのもこさん、天海司さん主催の新域リーグに大井隆晴さん率いるチームアキレスの一員として昨年のリーグで活躍されていましたということで、あ、これはそうなんですね。そうですね、去年がチームアキレスで今年がチームアトラスで新域リーグに参加してましたねわーすごい、なるほど、はい、なるほど。じゃあもう本当に皆さんでね、もうなんだろう、お仕事でも打つしみたいな。普通にプライベートでもやっぱり打ったりするんですか？ちょっと時間とか。いや、めちゃめちゃ、うんうん、はい、めちゃめちゃ打ちますよ。あ、そうなんだめちゃめちゃ仲良し。大好きなんで、まあ、じゃあ。あ、素敵、素晴らしい。いや、いいですね。いや、いいな、楽しく打てて、しかも強いって最強だからな。本当に私がの憧れです、それは。うん、いやいや、もうエンジョイ勢です本当に。いや、もう楽しんだもの勝ち、うん、ですです。はい、ということで今日も今回ね楽しくおしゃべりしながら、もこさんと一緒に対戦型麻雀ゲームジャンタマを使って対局していきたいと思います。それでは、はい、もこさん今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。やったやった、はい。じゃあ早速対局していきましょう。それではお願いします。はい、いくぞ、いくぞ。ちなみに前田さんは何とお呼びしたらいいんですか？はい、あ、ぜひカオリンと呼んでください。いいですか？もちろんです。カオリンとお呼びしても、もういっぱい呼んでください。めちゃめちゃ嬉しいです。確かに私がナチュラルにもうモコちゃんっていや、もうモコちゃんがいいです。あ、もこちゃんでいいですか？ありがとうございます。呼んでほしい、嬉しいやったー。いや、もうぜひぜひ、もう、はい。かおりんは麻雀はどれぐらいやってるんですか？あ、でも私は麻雀はもともとなんかこうゲームでそれこそやったりとか、なんかもうなんていうか普通に軽く打つってことはやってたんですけれども、はいはい、本当に今このポンの道が決まって、まあ、本格的に勉強しようっていうところで。あ、じゃあこれまで本格的にこう例えば勉強したりとかいうことはしてなかったけど、うんうん、ちょこちょこ打ってたって感じなんですかね？うんうん、あ、そうです、そうです。なんかこう友達とかと一緒に、まあ、それこそこうなんかゲームとかでやったりとか、うん、なんで本当ポンの道が決まってからあれなんですよね、麻雀教室とか言って健康麻雀の教室があるんですけど、はい、はいはい、そうなんです。そこに行ってなんかこう
仕事の空き時間になんか主婦の方と一緒に打ったりとか。めっちゃいいじゃないですか。私も混ぜてください。お、え、ぜひぜひ。めっちゃいいですか。そうなんです。いやでも本当にやっぱ実際に打つのもすごく難しいし、でもやっぱりそのね、ジャンタマやっぱ楽しいですね。いろんなことできますから、そうなんですよ。本当に楽しくて、福岡出身ですよね確か。そうです。私福岡、北九州市出身で。はいはいはい。いや私も実は福岡なんですよ。え、そうなんですか。そうなんです。で福岡で酒好きなんです、私めっちゃ。あ、そう、なんかプロフィール見たら酒好きって書いてあって。いやそうそうそうなんです。なんか今回この、うんうん、ポンの道のねこのラジオ番組出させていただくよってなった時に、はい、福岡の酒好き、なんか ここ2人が集まるのかみたいなのいっぱい来てて、おおやったやっぱり。いやそうですよね。そうなんですよ。やっぱ皆さんやっぱそうやってもう分かってるんだな。お酒はちなみに何が好きなんですか。いや難しい。なんでも好きだね。わってか、しかも私もどうしようってなりながら、私の手配も今どうしようってなってます。麻雀の方でですか。そう、ごめんなさい、ちょっと私がね割とこうちょっとねたまにこう長く長考なるべく気をつけてるんですけど、ちょっとねお待たせしちゃうかも。いや全然めちゃめちゃ気をつけなくていいですよ。そんなことは優しい、もうこちゃんありがとう。いやもうゆっくり考えてください。ありがとうございます、ね、時間もたっぷりあるんでね。はい、そうしかもね、CPU の方が2人入ってるんで CPU サクサク打つんでね。そうなんです、ちょっと焦っちゃうんですよね。そうそう、ゆっくり考えてください。ありがとうございます、ありがとうございます。今もうジャンタマならではの仕様に助けられました。あ、そう、てことは、違うてことはそれもう走ってるんですか。言わないでもう想像に染まってるとかあります。いや そんなことないそんなことはないです。ですよね、まさかね。そんなことはない。そんなことはないですよね。ジャンタマならではのだないいな、この乗り気さ、なんか福岡だな。手が開かれるのが楽しみだな。さあよいしょよいしょ、まあ、あ、ついに来ましたか。急速の統一落としですね。統一落としでリーチみたいな感じになったんですかね。怖いよでもそれこそもこちゃんね、お酒すごい、お酒の下りのところでちょうど悩みすぎてちょっと流れてしまったんですけど、はいはいはい、私ね、はいはい、日本酒がすごい好きで、日本酒、最近日本酒ね、福岡の酒造さんから出させていただいたんですよ。なんて酒造さんですか。北谷さんです。北谷さん、北谷の日本酒大好き、はい、北谷さんっていう、はい、酒造さんから出させていただいて、実は一回福岡行った時に北谷飲んだんですよ。うまかった。美味しいですよね。美味しい、すごい飲みやすい。ちょっと香り、目つぶっててもらっていい？一瞬。目つぶるの？私。あ、よかったよかったよかった。いやちょっと危険杯通すときはまあちょっと目つぶってもらうんですよ。目つぶってもらう。一緒に。はい。物理的にね。はい、ロンって言わせないっていう。はー。おーく、いけなかった。すごい街だ。ね、ちゃんとソースのすごい高いじゃんそれ。ドドドドドって入ってましたね、なんかね。ドラさんだ、ドラ4か、タイヤをドラ4か。そうなんです。私も喋りながらお酒の話してたらこんなことになってました。いや怖いな怖いな、そうやってお酒の話で油断させといてタイヤをドラ4貼るんだ。いや怖いな、気をつけなきゃ。ちょっとお酒の話ね、確かにお酒の話分かりやすい。しかして初心者詐欺ですか。いやそんなことない、本当にそんなことないんですよ。それなんか天海さんの時もなんか言われた気がする。だって今の天海してたらね、いやでも結局ね当たらなかったですからね。そうまあまあ確かにセーフでしたね。いやでも危なかったら私2万かなんか切ったんで危なかったですよ。日本酒が一番好きで、他のお酒もまあ飲めるって感じですか。あ、そうですね、基本的にはもう焼酎もすごい好きだし、あ、でもまあたくさん量は飲めないですけど。あ、わかります、私もなんですよ。好きだけど、そう、なんか普通に酔います、飲みすぎるとね、やっぱ回っちゃいますよね。
回っちゃいますね。でもやっぱりあれですかね、黒霧島とかね、やっぱ飲んだりとかそうそういやもうなんか声と飲むお酒が合ってないそんな可愛い声で黒霧島飲んでる話してる面白いな。嬉しい。でもちなみに私あれなんですよ、はいはい、私もお酒実は結構プロデュース酒みたいな作ってて。あ、そうですよね。そうなんです。私、はいはい、多分日本もしかすると女性声優界で一番多分お酒出してるのかなって思うんですけど、もう3回くらい多分出してて。何を出したんですか、ちなみに。あ、そう、なんか最初の時がその、はい、あの金増酒造さんっていうところとコラボして、あ、最初ではないんですけど、はいはい、そうそう、その時にちょうどその金増酒造さんが持ってらっしゃる田んぼ、なんか新潟の方まで行って田植えをして、そこから取れたお米からお酒を作るっていう。すげー本格的じゃないですかそうなんですよ。びっくりするぐらい本格的だったんだけど、はいはいはい、あのね、でもお酒完全にオリジナル酒なんですね、うん、じゃあそこからやるってことは。そうなんです、オリジナルでいろいろ今もそれこそちょうどやってて、あの、はいはいはい、また第3弾だったっけ、そう、あの次はまたちょっと変わった味の日本酒作ろうってことでいろいろ企画してるんですよ。今販売中なんですか。あ、今ちょうどまだ販売してないです。今あのなんかファン投票みたいなのやってて、味をみんなに決めてもらうみたいなで、今ちょうど出たのかな、味の決定が出て。はい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 、じゃあこれからですね。そうなんです、あのね、ぜひ飲んでほしいえ、買います、買います、飲む飲む、大好きだもん。嬉しい、飲みますよ。え、でも私ももこちゃんのお酒飲みたい本当に。え、飲みたい、本当に本当に。え、え、送ります。え、いいんですか、よし、やった、送りますよ。でもせっかくだし送ってもらったらまたね、もこさんも来て一緒飲みながらやりたいそう、ね、え、確かにやりたいやりたい、お酒飲んで麻雀打つの最高ですよね。いや、もう最高です。あ、でも私まだ飲みながら麻雀打ってないな。あ、ないんですか。でもそれやりたいです、うん、最高ですよ。ちょっとこれローンされちゃうかもしれないんですけど、うん、でもでもでもセーフセーフ、うん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 、え、飲みながらまだないんですね麻雀。そうなんですよ。でも私お酒飲んだ方が多分ちょうどいい気がしてて。あ、でも確かにお酒のローンです。お酒のローンです。お酒のローン素晴らしい上がりなのじゃ。上がりなのじゃ。お見事なのじゃ。ありがとうございます。あれ、黒の師匠お見事なのじゃいや、負けてられんな。じゃあここちょっと私上がりますね。お、かっこいい、かっけ、決めたりますよ。そしてそして、そうだ、そう、もこちゃんははいはい、VTuber として活躍し始めた時はそのなんか麻雀はその好きなゲームの中の一つぐらいのなんか感覚だったとお聞きしてて。そうですね、うん、結構なんかゲーム全般好きなんですよ、割と。まあもちろん麻雀が一番時間費やしてますけど、うん、人生でね、うん、費やしてますけど、まあでも他のゲーム、例えばその FPS とか、うんうんうん、サバイバルゲームとか、もう結構何のジャンルも好きで、うんうんうん、からいろんなのやってましたね、本当に。まあ、今もそうなんですけど。そうなんですよ。え、かおりんはゲームはやるんですか。ゲームはね、結構やりますよ。私あのそれこそ FPS も結構好き、あのコールオブデューティーとかもあの大好きで。かわいい声で銃持ってるんだそう、あの私もいや、めちゃくちゃ FPS 好きなんですよ。で、待って、私も FPS 大好きなんです本当にそう、謎、ま、今だとバロラントとか。あ、バロか、好きで。バロはな、やってないんだよな。そう、気になってるけどはいはいはい、まあ、確かにね、難しいもんな。うーん、でも、え、COD なんだ。そうなんですよ。だからあのその時ちょうどCOD とかもやりながら、あの、はいはい、なんかオスっていうリズムゲームがあるんですけど、それも片手に片画面にやりながらこうカチャカチャってやったりとか。すごいマルチタスクの天才ってことですね全然全然でもそんなもこちゃんだけども、もこちゃんはそこからその麻雀にめちゃくちゃこうドッとハマったっていうのはやっぱり大井さんがきっかけだったの。あー、でも、うん、
まあそうです、あのタカちゃんにめちゃめちゃ私麻雀教えてもらったんですよ。タカちゃん、タカちゃん、あ、そう、タカちゃん、あ、タカちゃんね、大井さん、大井さんって言うと怒るんだよね。怒るんですよ。タカちゃんって呼んでって。もこはすぐそうやって大井さんとか離れた感じにするみたいな感じ離れた感じにするそう言うんですけど、すごい人だよね。なんか元々麻雀を覚えたのが、うんうん、私あのそのタカちゃんと土田プロ、土田交渉プロ、うんうんうん、の、あのそう動画で覚えたっていうのがあって、そう、そこからね、ほんと教えていただけるようになったんで、なんかちょっとびっくりしてます、自分でも。なるほどな。でもそこで教えてもらって、うん、私も今それこそいろんな、まあ、それこそ黒の師匠もそうですけど、あのすごく教えてもらっていて、はいはい、なんだろう、うん、その、そこからやっぱ自分でこう取り組まれるようになって、こう どれぐらいの期間でやっぱバーってまあ、完全に打てるようになったというか実感しました。いやでもやっぱ麻雀っていうゲーム性って結構難しいじゃないですか。その教わったことをすぐに吸収してそれがすぐに生きるってなかなか難しいと思うんですよね。ね、アリーちゃん、いや本当にそうなんですよね。なんかそうそう、だからね、言われてることはわかるけど、こうなかなか実践するのが難しかったりしますよね、うんうん、そうなんですよ。だからなんかこう、うまくなってるよね、なってるよって自分で言い聞かせながら何回も打ってました。なるほどな。そか、もこちゃんにもそんな時期があったんだ。いや、ありますよそりゃ。でも実際その結局タカちゃんに教えてもらってから、うんうん、その教わる前の2000戦と教わった後の2000戦の成績が全然違いますね。へえ、それはどこが明確に打ち方が変わったの？あの、うん、まあ、薬杯をポンポコ鳴かなくなりましたね。まあ、なるほど、簡単に言えば。なるほどね、ビクチャーチーされた、怖い。そう、なんか守備寄りになりました、麻雀が。わー、その守備ね、知りたい。なんかこう、難しい。いや、でもね、難しいですよね、最初からは。本当だから最初は上がりの楽しさをなんか覚える方が先だと思うんですよ。うんうん、本当におっしゃる通り。そこを超えたらちょっと守備の方に目向けるのがいいのかなって気はします。なるほどな。守りが強いって最強ですよな、なんだかんだ、うん、いやもうほんとタカちゃんは守備ですからね。うんうん、あ、そう、あのそうですよね。あのそれこそ私の、 あの音楽をよく主に担当されてるマネージャーさんが実は大井さん大ファンで、今あれもこちゃんが消えている。はい、戻りました。はい、ということでちょっとごめんなさいね、ちょっとだけね落ちちゃってて、はい、でも今すぐに戻りましたので、皆さん、ね、はい、なんとか、はい、見ている皆さんは引き続きお楽しみください。いや、放銃してない政府ですね。ええ、政府でございます。やったー、やったぜ。いや、豪運必要ですからね、やっぱ麻雀にはね、ほんとそう。さあさあさあ、よいしょ。いやでも嬉しいな、同じ福岡出身とは。いやそう、福岡出身の酒好き嬉しい。しかも麻雀も好きっていうね。いやそうなんです、なんかそういう共通点もありましたし、本当に、いや嬉しすぎる。そう、すごい嬉しいなって思ってました。うんうんうん、え、かおりんの好きな役とかあるんですか、麻雀の？あ、私は結構役配も好きだし、うん、役割好き先点ですよ。あのね、なんか打ちやすい、なんて言うんだろう、なんかね、打ちやすい、謙虚だな。役配も好き、あとなんだろうな、あでも謙虚、だいたい麻雀初心者の方にこれ聞くとなんか国士無双とか言うんですよ、みんな。あ、国士無双、いやいやいや、もうね、国士無双、役配って先点、役配で謙虚だ、役配だよってなんかね、なんか上がりやすいのとかやっぱね好きだし、あとなんだろう、うん、あ、でも結構何が好きかな、なんかでも憧れは竜イーソーとか上がってみたい。あー、うん、上がったことないですか、まだない、ない、なんか上がれそうだったけど上がれないみたいなこと多くて。まあかっこいいですよね、でも竜イーソーは確かに。だからなんかよく使うっていう意味ではなんか結構薬杯とかやりがちかなって感じだけども、はい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 、ちょっと竜医草とかかっこいいですね。じゃあ初ですね、好きな薬杯は。そうですね、読むな読んだ。そう、確かにね、初ちょっと出しちゃったけど。
出した時この場合はねよしよしもう留意層はないなやばいやばいやばい読まれちゃった。えもこちゃんは好きな役は何ですか。えタイヤオドラさんかな可愛く可愛くなかったな。ああでもタイヤオドラさんよりやっぱ薬杯ドラさんの方がいい、ね、薬杯ドラさんそう安全だし刻んでいく刻んでいくな。そう薬杯あんこがいいな。しかもうん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 、ね、こうするとちょっと安全度がね、うんうん、失われるからいやそう一番強いからねやっぱタイヤオドラさん薬杯ドラさんモリモリですなそうドラ大好きだよ。ドラねいいよな。さあもうあっという間にオーラスなんだよ。いや本当にそうなんですよ。あっちゅう間やそうびっくり。これまずいよ。何も座ってるだけで終わっちゃうよ私せっかく来たのにあでもでもちょうどもこちゃんにすごい聞きたいことあって今日私今度てか割とすぐこの番組で大井さんと千葉さんと天海さんと麻雀をね打つことになったんですよ。ありますよね、ありますよね。はい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 。そういやえげつないですけども本当にまあ確かにそのメンツはなかなか強いですね。いやそうなんですよ強すぎてね。なんかでそこで、はいはい、こうアドバイスとかありますか。なんかこうあまあでも楽しむのがやっぱ一番ですよ。いやまあそうだよね。結局楽しく上がり目指して、うんうん、まああんまり萎縮しすぎずに上がりを目指してリーチをいっぱいかける。うん、リーチをいっぱいかけたい。とにかく リーチをいっぱいかけたら勝てます。よいやでもそれはもこちゃんがねやっぱね大井さんの弟子であるもこちゃんが言うんだったらもういやもうリーチいっぱいかけましょう。いっぱいかけちゃうぞ。たかちゃんすぐ降りてくれるからなるほどそっか守りが強いからそう守りが強いからすぐ降りてくれるからあーなるほど。全然降りないかもしれない。降りないとこ降りないからなたかちゃん。確かなーでもさあ、おお、これどうしよっかな。そうそうそう。ああ難しいな。え結構なんかこうそういう、うん、まあいわゆる麻雀たくさん打ってる方とかプロの方とかと打つ機会って多いんですか？はい、最近めちゃくちゃ多いんですよ。なんかハードモードですね。いやめちゃくちゃ人生ハードモード急に。だって初心者なんでしょ。まあ、本当かどうかわかんないですけど。詐欺じゃない詐欺じゃない詐欺じゃないよ。えだってなんかすごい上手に打ってる感じしますよ。もう本当になんか今までいらっしゃった方々の身を見まねというか。いやーすごい。いやいやいやでもやっぱりハードモード、はい、そうでも本当になんだろうな。それこそやっぱねもうせっかく本の道っていうところなんで、うん、まあ、私もねそうだけどやっぱりこう最近なんて言うんでしょう、まあ、本の道仲良しでも連載もありやってますので、そうそうだからこう、はいはいはい、ね麻雀知らない層にも麻雀の楽しさをね知ってもらおうぜっていう、うん、まあ、そういう企画的な趣旨もあって、そうもう前田がこう、はい、さあじゃあ打ちましょうっていうことであーでもそれ一番いいですよね。 そのやっぱ麻雀を知らない層にもねそういうなんか打ったらもう大体ハマる人、うん、めちゃめちゃ多いんですよ。なんかほんと知らなくても、うんうんうん、なんか始めましたって言った人がすごいハマっててなんか気づいたら月何百半ちゃんも打ってるみたいな。やばそうそうなかなかのすごく多くて、じゃあなんかねもこちゃんのそれこそ影響でね、もこちゃんの影響でそれこそね打った人も絶対多いと思うし、てかすごいすごいすごい泣いてる。すごい、いっぱい泣いてみました。怖い怖い怖い。トップを取るためにたくさん泣いてみました。すごい、えげつな怖すぎだろ。いやでもなんかそう言ってくれる人結構いますね。確かに、うん、嬉しいですよね。やっぱこう見ててもこちゃん見てて始めましたとかね。ね、やっぱいやそうですよ。だってこんな楽しくさお酒の話とかも交えながらさ一緒に打ってくれてさもうみんな好きになっちゃいますよそんな。いやもうめちゃめちゃ打ちたいですけどね好きだから麻雀、うんうん、でもポンの道もそういう感じになるんじゃないですか。いや怖い。なんないか。笑顔で笑顔で。ポンの道ね、ポンの道を見てねやっぱ始める人とかもきっと出てくると思うんで、うんうん、そうですね。うん、そこはね大切にしたい。いや弾けるかな、積もりたいなー。
あれ？ポン迷ってますね。おい、ぬい。それで。なんだクソ、なんで。クソポンしたからもしかして出るかなってニヤニヤしてましたよ。いやー、やられる、もうポンちゃん。やりおる。やりました。いや、お見事。いや、すごすぎ。やりました。いや、すごい。トップ。そして。え、なんかちょっと可愛い女の子からローンするのちょっといいですね。いや、ちょっと。ちょっと。それを可愛い認定。ちょっとニヤニヤ。嬉しいわ。私のこと可愛い認定してくれて。ちょっとニヤニヤしちゃいます。ちょっと S 心出ちゃいますね。いや、でもこれは素晴らしい。もこちゃん、なんと見事、大逆転でもう第1位ということで。はい、おめでとうございます。さすが。ありがとうございます。いや、すごい。前田香織の本の道への道。はい、ということでもこちゃんとの対局が終了しました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、もこちゃんかっこよ。やったー、やりました。いや、すごいな。え、ちなみにあれはやっぱ狙ってたんですよね、これ出すんじゃないかなみたいな。いや、まあ出すんじゃないかなというか、打点的に1位取りたかったから1位が取れるような手組みしないといけないな、じゃあドラが必要だなみたいな感じで、まあ、ちょっと待ちは悪いけど、うんうんうん、あんな形になってましたね、最終的には。すごいな、有言実行だもんな、はい。え、カオリン何かちょっと悩んだところとかあった？そうなんです、そうなの、めちゃねちょっと悩んだところがあって、それちょっとアドバイス欲しいんですけども、トーン4曲目の一本場かな、ここで、はいはいはい、まあ、この手配に今なってるんだけど、ここで私あのどうしようかな、まず何切ろうかなって悩んで、確かにちょっとごちゃごちゃしてて難しいね、そうなので、結局パーソーを、まあ、あの切ったわけなんだけども、ここはもこちゃんだったらどうしてた？え、まず一つ考えとして持っとかなきゃいけないのが、これ今トーン4曲、まあオーラスだよね、トンプー星のオーラスなんだけど、あの自分は今 28,900 点持ってて、ふむふむ、どんなに安くてもいいから上がったら勝ちの状態なの今ね。そう、まずそれを最初に知っとかなきゃいけないかなって思うんですけど、なので、まあこの手はとにかく上がれば勝ち、上がれば勝ち、どんな、そう、どんなに安くても上がれば勝ちの状況なんですね。なるほどなるほど。で、まあちょっと、まあ確かに今これね、ごちゃごちゃしてて難しいんですけど、私だったらチーマン切りますね。あー、チーマン切るのか、あ、なるほどな。まあでもそれはなんでチーマンを切ろうっていう選択に、これはまあまずパーソー切ったのってこれチートイツがあるからパーソー切りました。あー、でもそこまでは正直考えれてなかったかもしれない。あー、なるほどなるほど、まあちょっとごちゃごちゃしてるからみたいな感じですね。そうなんです。で、結局なんかチュンの方も切るかっていうのは正直ちょっと悩んだのかな。でもなんかチュンは残しとこうかなって思って、まあ結果確かになんかチーマンの方はあまり見えてなかったかもしれない。そう、なんか基本的な麻雀の考え方として、愚形と良形ってわかります？あ、それは教えてほしいです。愚形っていうのはこういうなんか6、8とかなんかもう7しかいらないみたいな形、ちょっと悪い形、愚形。6、6と、今このピンズが6、6、8っていう形がある、あるですけど、はい、これってまあ7とかが欲しい形なんですよね。確かにちょっと形悪いなっていう感じ、真ん中の7だね。で、この、そう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 、で、このマンズは7、8って横に揃ってるから、6と9が欲しいんですよね。そうです、6、7、8か7、8、9にしたいですよね、はい、マンズ、はい、なのでこれ両形なんですよ、6、7、8か7、8、9、6も9も来たら嬉しい、お得だ。でもこの6、8は7しか来ちゃいけないから、うーん、まあ、7かこの6が来てもいいんですけど、まあまあ、街がちょっと良くないなっていう、これを愚形って言うんですけど、基本的に両形の方を迷ったら固定するのがいいですね。だから778とかだと7切ってもう決めちゃう。なるほど、いい形決めちゃう。確かに可能性そっちの方が
あるし、そうなんですよ。悪い町の方にフォローの助けを入れてあげるといいんですよ、うんうんうん、基本的に。わあすごい、悪い町の方にフォロー。そうなん、これ結構麻雀の基本っていうか、その最初にね、うんうん、覚えることで、なのでいろんな場面で出てくるので、なんか、まあ、多分最初は全然わかんないと思うんですけど、はい、なんか、あ、そういえばもこちゃんあの時量刑の方固定って言ってたなみたいな、うんうんうん、なんか迷ったらいいかもしれないです。わーすごい納得。何切ろうって迷ったら、うん、このいい形の方を決めちゃう。もういい形の方を決める。なるほど。はい、なのでここに7切っとくと結構その上がりには近づくかなっていう気がします。うんうん、なるほど。確かにそこでまたね、いろんな道が出てきて、うん、あーそうか、いや勉強になります。なので7切って、うん、この次のチューンが出るじゃないですか、うん、あそうですね、チューン、そう、これもポンしちゃうとめっちゃいいです。ポンの道です、これは。あ、これがポンの道。そうだ、ポンの道だ。ポンの道です。はい、これポンの道。あーくー、ポンの道。そうですね、なんでかというと最初に言ったんですけど、うんうん、あの安くてもいいから上がったらいいので、この状況は、うん、確かにそこがね、まずそもそもこう前提として多分染みついてなかったから、ここでもうポンの道しとけば、はい、そう、ここでポンの道です。このチューンがポンの道でした。このチューンがポンの道、これが尾道への道やったんか。はい、そうなんですよ。だからこのポンの道でちょっとね、もう最初難しいと思うんですけど、なんかぐちゃぐちゃぐちゃっとしてて、このチューンは何でもいいから上がりたいときは、役配はポンの道してください、うん、なるほど。はい、絶対近くなるんで。なるほど、これが俺らのユートピアじゃ。これが尾道への道です。はい、いやありがとうございます。なるほど、そうですね。なので、まあ、トン4曲はまとめると、うんうん、ま、迷ったらいい形を固定するってことと、うんうんうん、まあ、何でもいいから上がればいいときは、うんうん、まあ、役配ポンは結構上がりには近くなるよ、まあ、守備力ちょっとなくなっちゃうんですけどね、上がりには近くなるよっていうことを、うんうん、なんか覚えてたらまた尾道に近づくと思います。あー、もこちゃん、はい、ありがとう。はい、もこちゃんはポンの道メンバーだ。いや、もう、あ、ぜひぜひ入れてください、ポンの道メンバーだ。はい、すごい、いやでもすっごい本当に分かりやすくて、あ、確かに、すごく分かりやすかったし、あ、確かにって、はい、なんか結構こういうシーン私多いなとも思うから、そういう時にこう量刑待ちを大切にするっていうのをちょっと、はい、実践できたらなって思います。はい、はい、まあ、次はポンの道してくださいね、このチューン、うん、ポンの道、はい、もう尾の道に行っちゃうんだから、応援してますよ、応援してますよ、ありがとう。はい、はい、ということで、いや名残惜しいですが、そろそろお別れのお時間となってしまいました。はい、ということで、ではもこちゃん、ね、今日ちょっとやってみて本当にありがとうございました。ありがとうございました、楽しかったです、とってもね。私も本当にいろんな共通点も見つかったし、また一緒にぜひ打ちたいです、うん、はい、ぜひぜひ一緒に打ちましょう、また打ちましょう。ありがとうございます、はい、ではでは、じゃあもこちゃん、最後に何かお知らせなどありましたらよろしくお願いします。そうですね、結構この今日ジャンタマさん使わせていただいたんですけど、うんうん、私結構このジャンタマさんで行われる大会ですとか、うん、まあ、イベントに結構 MC とかゲストとして出ることが多いので、うん、ぜひね、ジャンタマ様でいろんなそういう MC させていただいたりとかしてるので、まあ、そちらの方ねチェックしていただけると嬉しいなというふうに思います。あとポンの道がね、もうちょっとで始まりますので、みんなそちらもよろしくお願いします。なんてできたゲストさんや。圧倒的感謝、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで本日の対局ゲストは、さきのもこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。おつもこ、おつもこ。お届けしてきた前田香織のポンの道への道、そろそろ終局の時間になってしまいました。いやー、ね、今回はさきのもこちゃんをお迎えしましたけれども、あ、めちゃくちゃ優しかったな。いやー、すごかったな、最後のなんかやっぱ圧倒的ね、ガーって追い抜いても1位になるところとかも、なんかすごい有言実行でかっこよかったなって思いますね。
いやなんか芯が強い麻雀をされる方だなと思いました。はい、すごい楽しかったですね。ということで、まあ、プレミアムの方でもね結構ゆっくりとそれこそもこちゃんについての感想とかもお話ししますので、そちらもよろしくお願いします。では、この番組は各週金曜日に配信となります。番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。そして仲良しやコミックデイズではポンの道コミカライズ版の連載が始まっていて、コミックデイズでは第1話が無料で読めるので、ぜひ漫画の感想とかも送ってください。そしてメッセージを送っていただいた方の中から毎回抽選で1名様にポンの道に登場する麻雀の精霊チョンボのぬいぐるみをプレゼントしています。そして温泉プレミアムサポーターに向けた限定配信、前田香織のポンの道への道一人感想戦もありますので、プレミアムサポーターの方はぜひお聞きください。はい、ということでここまでのお相手はポンの道実編者なしこ役の前田香織でした。バイバーイ。